東海交通事業上北線。城北線は、東海旅客鉄道、JR 東海が保有し東海交通事業が運営している愛知県春日ガ市の勝川駅から愛知県清須市のビワ島駅に至る鉄道路線である。旧日本鉄道建設公団、鉄拳公団主要幹線、C 線建設線の瀬戸線の一部を完成させて開業した。全線が高架線で、 勝川駅、小田井駅間では、名古屋第二環状自動車道の高架の南側に沿って走る。ガイドウェイバス等を除けば、愛知県内で唯一の秘伝化旅客鉄道路線である。味吉駅付近で、名鉄小牧線、小田井駅付近で、名鉄犬山線及び地下鉄鶴舞線と、それぞれ高高か、多重高架で交差する。上北線の小田井駅と犬山線。 鶴舞線の上、小田井駅の間は徒歩5分だが、本領線のあ吉駅と小牧線のあ吉駅は、同盟ながら離れている上に連絡通路も設置されていないため、乗り換え駅として機能していない。運転本数の少なさや、運賃の高さ、他路線との接続の不便さから、2010年、平成22年度の輸送密度は、約490人、日、2011年、 平成23年旅は472人、日と利用者数は伸び悩んでいる。正式な起点は勝川駅だが、列車運行場は美和島駅から勝川駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。すべて船内折り返しのワンマン運転列車で、日中は1時間間隔、平日の朝夕は約20分間隔、土曜。 休日は40分間隔と大都市近郊の路線としては運転本数が少ない。お盆期間中の平日は JR に合わせて平日ダイヤで運行される。元日には初日の出号として途中初日の出がよく見えると予想される箇所で初日の出時刻前後に一時停車する臨時列車も運行される。一往復。これに乗車するとその年の絵との陶器性置物が プレゼントされる。また、この列車に限らず元日は1日中、ヘッドマークの上に日照旗が掲示される。ただし、2013年はヘッドマークのみ掲示された。2010年より2016年の年始まで、年末年始の夕方以降には側面にイルミネーションを施した車両が定期運行されていた。使用していた車両のキハ1 1系2 0 0番台が、 運用を終了することから2016年1月3日が最終運行となった。この他にも利用促進策として2012年から他の路線よりも上に立体交差する高架線の特性を活かし交差する3路線の車両を撮影するトレーンウォッチングトレインや車内でコーヒーとサンドイッチで眺望を楽しむカフェトレイン車内をビアホールカキ 居酒屋、陶器に見立てた、ビアトレイン、厚関トレインの運行を実施している。キハ11系300番台が単行、1両編成で使用される。開業時には、JR 東海から借り入れた、ワンマン運転仕様のキハ40型が使用されたが、1993年に、自社所有のキハ11系200番台が4両、申請され、うち2両、 キハ11から201.202が城北線に投入された後も定期検査による車両不足等の際に JR 東海所有のキハ40型闇の大田車両区に貸し出していたキハ11から203がステップを埋めた上でダイソースことがあったキハ11から204も貸し出していたが城北線の運用に就いたことはなかったハびハ台には トイレが設置されているが、上北線では、汚水処理設備がないなど、地上側が対応していないため、使用できない。上北線用には2両しか車両が配置されておらず、利用者も少ないため増結は行われない。2015年9月8日、東海交通事業は、JR 東海からキハ 11K300 番台2両を購入して、キハ 11K200 番台を、 翌年3月までに全て置き換えることを発表した。1両目、キハ11から301は2015年9月24日から運用を開始し、2両目、キハ11から302は2016年3月22日から運用を開始した。このうち、キハ11から302については、側面の図色を変更して2016年6月15日から運用を開始した。 2017年1月30日午後より、杉鉄の杉浦鉄郎作曲による、車内チャイムが使用されている。琶島駅及び、勝川駅発車直後に流れる。国鉄瀬戸線は、改正鉄道付設法に、愛知県瀬戸より、稲沢に、イタリル鉄道として挙げられ、東海道本線と、中央本線を結ぶ、貨物主体の路線として計画された。 1962年の鉄道建設審議会で、不設予定鉄道路線となり、名古屋方面と直通できる、洋美和島駅との分岐線が追加され、瀬戸高蔵寺間、勝川美和島間が1976年に着工された。その他、中央本線、高蔵寺、勝川間を複々線とする構想もあったため、この区間の用地買収も行われた。その後、 財政難などから工事は中断され、国鉄分割民営化後は、瀬戸高造時間を、愛知環状鉄道が、勝川美和島間を、東海旅客鉄道が、第一種鉄道事業路線として承継することになった。しかし、同社の路線として開業させた場合、約40年もの間、2032年に、終了予定年間49億円程度の、仮損料、賃料、 借りたもの,の消耗分の賃料。独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構法施行令、第7条により規定を、鉄道建設、運輸施設整備支援機構に支払わなければならない。上に、電化などの投資を行えば、その管理費も仮損料に含まれることから、同区間を非電化で開業させた上で、子会社の東海交通事業に運営させることとした。 古代終わり制の三山において、稲沢方面の線路と立体交差させる構造で、高架橋を建設したため、街頭区間の勝川方面の線路が上昇し、高高かとなる。この分岐点予定地から稲沢までは一部用地の、買収は行われたが、工事着工には至らなかった。また、中央本線、構造時勝川間で一部取得していた、複々線化用の用地は売却されている。 上北線の勝川駅は仮駅営業となっており、中央線の同駅とは500メートルほど離れている。2009年に中央線勝川駅の高架化が行われたが、上北線の乗り入れは実現しなかった。しかし、完成した高架ホームは、上北線の乗り入れを想定した2面4線対応で、中2線には線路未敷設、上北線が中央線の上り線の下を通り、 接続する、要準備工事がなされた。ただし、高架化された中央線の線路と上北線の仮駅が、ほぼ同じ高度になってしまったため、乗り入れを実現させるには、上北線の高架を、数百メートルにわたって取り壊して、高度を調整して作り直す必要ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。